花本はペルー発祥の打楽器の一種。花本は楽器自体にまたがって演奏される箱型のものから、コンガのように股に挟んで演奏されるものまで、画面が木製である打楽器全般を指す。通常ペルー式花本を指す場合が多い。本校ではペルー式花本について詳述する。花本はスペイン語で箱を意味し、その名の通り中が空洞の脳型体の形状をしている。 通常木製だが、FRP ボディや画面にカーボンファイバー等のプラスチックを用いた製品も存在する。通常前面に一つだけ画面を持ち、画面以外のある一つの面にはサウンドホールが開けられている。画面は他の面より薄く通常2.5から3.5ミ、mm、リメートル程度の合板が使われる。元々の花本に弦などはなかったが、スペインのフラメンコ伴奏に使われるようになって、 以降、打面の裏には、ゲインや鈴などを仕込むことが多く、これにより、特徴的なバズ音ンを得ることができる。現代でも、ペルーやキューバなど、花本の生まれた場所ではゲンなどがないのが普通である。南米を1500年頃スペインが征服し、原住民の多くが死んでしまった後、労働力として、アフリカから黒人奴隷が連れてこられた。黒人奴隷は反乱の恐れからコミュニケーションに、 使われていた楽器の演奏を禁じられていた。そのため、黒人奴隷が手近にあった木の箱を叩き始めたのが、花本の発祥とされている。当初は、黒人が多いペルー沿岸地域で、アフロペルーと呼ばれる黒人音楽に使われていたが、20世紀初頭から、スペインやアンデスの原住民の音楽が、リマなどの都市部でミックスされ、ムジカクリオジャと呼ばれるペルー独自の音楽が発展し、 伴奏に、花本が使われるようになった。1977年フラメンコギタリストのパコデルシアが南米ツアーの際にペリューの首都に間にてスペイン大使館のパーティーに呼ばれ、そこで、無自覚利王者、ニッケの花で有名なペリューの歌手、チャブーカグランダの演奏で、花本奏者、カイトロソトが、花本で伴奏しているのに出くわす。パコデルシアは、 過本にフラメンコ伴奏楽器としての可能性を強く、漢字イトロ外に、過本を売ってくれと頼み、当時のお金で2000ペセタで譲ってもらったと証言している。その後、パコデルシアを通じスペインのフラメンコ伴奏に広く使われようになり、画面の裏にギター弦を貼るなどの工夫がスペインで加えられ、バスドラムとスネアドラムサウンドを過本は得て簡易ドラムとして、 世界中に広がり現在に至る。基本奏法は楽器の上にまたがって楽器の画面やその円を素でで叩くというものである。画面の中央上部を叩くとバスドラムのような低い音になり端の方を叩くとクローズドハイハットのような鋭い音になる。画面でない面を叩くと中音域のサウンドを得ることができる。また、 前述の仕掛けが施された楽器の端を平手で叩くと、スネアドラムのような音色を出すことも可能。小型のカホンは、ボンゴのように股に挟んでも使用される。元来は、フェステホなどの虫かアフロペルアーナ、バルスなどの虫かクレオジャを演奏するために、用いられてきた。他ジャンルへの伝播のきっかけは、1 9七十年代に、フラメンコギタリストのパコデルシアが、ラテンアメリカツアーの折に、 ペルーの花ン奏者、カイトロソトから花ンをプレゼントされたことである。このことをきっかけに、花ンはフラメンコの世界に持ち込まれ、画面の裏にギター弦が仕込まれ、今ではフラメンコの重要な伴奏楽器として認識されるまでに至っている。近年ではコンパクトで電源がいらず、ドラムセットのようなサウンドを得られることもあり、小さめのライブハウス、カフェやアコースティックセッション、 ストリートミュージックに重宝されている。ありがとうございます。